1日警察署長に任命されたのは、柳井商工女子バドミントン部の田口真也選手と宮崎智香選手です。特別警戒部隊の出発式で2人は、住民が安心して年末年始を迎えられるよう力を発揮してほしいと訓示しました。柳井商工の女子バドミントン部はインターハイで3連覇を果たしたほか、2人は数々の世界大会でも目覚ましい活躍を見せています。ショッピングセンターで行われたイベントでは、嘘電話詐欺の手口が書かれたボードを得意のスマッシュで打ち倒して被害防止をアピールしました。一日警察署長としてバドミントンとは違う形で柳井市の方々と関わることができてすごく良かったですし、こういう部分でもしっかり恩返しができたらいいなって思います。すごい楽しかったですし、またこれからも山口県のためにも頑張ろうと思いました。2人は買い物客にチラシも配って防犯意識を高めるよう PR しました。